筋肉マン4世さん、マニアは賢者タイムの中のルーティンありますか？小生はヤニを吸いながら爽やかな曲を聴くことです。最近のバンプの七色を聴いてます。いいっすよね。僕は結構あの1位2位3位を、すごい好きっすね。デルさん、大石の武道館前最高だったな。昔 TOKIO のライブ行ったことを思い出したわ。これ多分ふざけて多分やってる人なんで、この人はもうミュートっすね。普通にありがとうございます。肉便器求めてサンデーさん、今日は角上魚類に行ってきたよ。スケトウダラ買って明日煮物にするの楽しみだよ。トンちゃん他におすすめの魚ある？タラの煮物新しいっすね。タラの煮物か。あんまり俺はそうっすね、マガレイとか煮物とかだったら好きだな。一番好きなのはでも僕ね、あれなんですよ、シマアジなんですよ。シマアジっす。タラはね、あれがいいんじゃねえかな。水炊きとかがいいと思うけど、水炊きにしてポン酢で食う。どうでしょう。アイナチンさん、SM クラブの S 嬢です。最近錬金して披露してます。もしよければ、布団ちゃんにお疲れ様と言われたいです。よろしくお願いします。なるほど。ちょっとやっぱりあれですかね。S 嬢なんだけど、ちょっと今、M 系出てきてないですか。そんなことないですか。お疲れ様、おー頑張ってください。大阪でアナルを開発され、僕は本当に喜びになりました。ぜひですね、さまざまな人たちの、アナル童貞を奪ってあげてください。あざす。リー・ショウ。リー・ショウカさん。今、アイコス何吸ってんだ？俺は最近オアシスパールが復活したからそればっかりです。俺はこれですね。テリアのメンソス。はい。ナナシさん。トンちゃん、今から2ヶ月アメリカに行ってくるよ。初の海外出張だから、エールくれ。おー。アメリカのどこなんですかね？もう場所にもよるけど。まあ、ちょっとね、やっぱ、なんか、俺もね、イボ、ちょっと、ラスベガスちょっと行こうかなって思ってて、なんか、ぜひ、なんか、その2ヶ月の出張でアメリカの情勢、ちょっと、調査して教えてくんねえか。なんかちょっとそういう役割じゃねえけどさ、なんかちょっと頼むわ。俺アメリカハワイしか行ったことないから頼んだわ。コウカさん、前から動悸がすごいなと思ってていろいろ検査しようとして結局うつとパニック症があった。3月に大きい仕事があって不安だけど、布団ちゃんの配信見て肺ゲイって乗り切るよ。いつもありがとう。マジっすか。3月に大きい仕事がある状態で結構大変かもしんねえけど、本当に無理をなさらずに。マジで休んでって言いたいとこもあるけど、言うのは簡単だけど、休んでその仕事の影響とか気にしちゃったりとかして余計に考えちゃってするかもしれないし、なんとも言えないんだけど、近しい仲間を頼ってください。とんでもねえさん、サンシャイン池ですが KOF98 の超必須超必1位を発表しました。布団ちゃんの1位は何？ちょっと一応コピーしておきます。ちょっとダイビングス、布団ちゃんたった今12年間飼った愛犬が息を吹き取ったよ。めちゃくちゃ強いから慰めてほしい。ちょっとなんて言ったか分かんないですね。こういうペットロスの状態っていうのは、本当に時間が解決することもあると思うんですが、うちのお父さんはペットロスで仕事中ぼーっとしてふらついちゃってさ、ドブに落ちて肩から落ちて鎖骨の骨折しちゃったんで、自分がね、やっぱ生きてて、自分が生きてて、やっぱその愛犬のね思い出っていうのも存在すると思うんで、自分を大事に生きてください。佐賀のゾンビさん、明日も仕事つらいけど日曜に前くらめることに感謝。こちらこそありがとうございます。ときめきじいさん、おっぱい。ありがとうございます。金なるきさん、ふとちゃん、はじめしょとさん、この曲を知っていますか？ちょっとじゃあコピーしておきます。あ、ちょっとさっきのちょっと見たいですけど、ちょっと後でまた見ます。ルルルさん、初めてのエール失礼します。昨日、高校卒業して、明日好きだった子に告白します。なんて告白するのがいいですか？アドバイスをお願いします。
どういうことだ。昨日高校卒業して明日好きだった子に告白します。俺こういう文章よくわかんないですよね。あし、ん？どういうことだこれ。明日高校卒業して昨日好きだった子に告白します。なんだこれ。まあ、高校、まあ明日かな。あ、まあ明日告白するんですね。明日好きだった子に告白します。あ、そうっすね。なんだろうな、なんすかね。でも、もし万が一これで、なんか振られたりとかしますよ。な、自分の言葉でいいと思いますよ。本当、人に言われたからこうとかじゃなくて、自分が、作った言葉が一番いいのかなって思うんですよ。で、僕の、地元のちょっと人が言ってたのが、やっぱ俺の地元の男たちって 2,3 回、多い人は4回ぐらい振られてるんですよ。でこの前ちょっと飯地元のやつと食った時にちょっと名言みたいに言ってたのが、振られてから始まれてるなっつって、そのね、4回ぐらい振られたやつが言うとすごくなんかグッときましたね。振られて諦めたらまあそれで終わりじゃんって。俺は振られたけど、2回振られて3回振られたけど、何度も何度もその人に好きっていう言葉を伝えて今になるからっつって。ぜひね、諦めずに。そう、僕は振られて諦めてたタイプでした。未来がある高校生、ぜひですね、好きな人に伝わるといいですね。丸坊主さん、君は好きなタイプ聞かれたら、新垣結衣とかだったんだが、昔好きなタイプ聞かれたら、君はじゃないな、昔好きなタイプ聞かれたら新垣結衣とかだったんだが、最近は AV 女優しか思いつかねえよ。100円かしらます。なんすかね、うん、今俺もちょっとわかんないですね。AV 女優も知らねえし、うん、ちょっとわかんないですけども。マサオさん、最初の頃は小さいホラー穴にケースの地、ケースの地、首とかへそとかつくさ男がな、俺は嬉しいよね。そうっすよね、最初はね。最初は、おい、これ、ケースの、あれだ、B 地区だわ、みたいな感じで、一人遊びしてたんですよね、ボタンでね。うん。確かに、そう思ったら、いいもんですね。だいぶちょっと成長できたんじゃないかなと思うわ。バスカラさん、布団ちゃんにおすすめ、組み方次第自動化、運搬、なんでもござれの最強工業モッド。これね、見たことあるんですよ。うん。で、なんかちょっとこれ入れちゃって、なんかその、基礎がなんかおろそかにならないかなっていうのがちょっとあって、今まだ本当にレッドストーンとかカイロとかをちょっと興味を持ち出したとこだったんで、ちょっとねまだ考えてないですよね。久々に出勤中に時間ができてエールをくれる、泣き泣きか。ハイゲ1日目行くんだけど、こうすればトンちゃん推しだって気づきやすいとか、今までのイベントであったら教えてほしい。いやいやいや、もう、なんだろうな、なんすかね。いやもう全然、もう僕はね、目が悪くて、コンタクトつけてもね、0.9 ぐらいしかないんだ。だけど、俺は、だからこそ、ね、手を振った人が笑ってんのか、嫌な顔してんのか、また悲しんでんのか、泣いてるかもしんねえ。でも、俺は 0.9 だから、わかんねえんだよな。だから、俺のフィルター、脳みそは、きっとあいつ、笑顔なんだろうなって思って俺は手振ってるわ。なんでどうしたら気づきやすいかっていうと、ちょっとわかんねえんだよな。何が言いたいかっていうと 0.9 ってことだわ。冬はもう少しそこらしいさ、この土日でリゼロに10万近く、持ってかれた。リゼロ打ってるやつって音量マックスにする頭おかしいやつしかいねえのか。ラッシュも続かねえしさ、来週ゴジエバで取り返せると思うか。リゼロをまた信じるか。なんかあれすごいらしいっすよ。なんだっけ、出てこない。オーバーロード、多分そろそろ出るんじゃないですか。オーバーロードめちゃくちゃなんか前評判いいっすよ。すごい 84% で2000発ループみたいな。そう、
めちゃくちゃ評判いいんで、そう、大石さんもね、そう歌ってるやつですけど、めちゃくちゃ評判いいんで、なんかいいんじゃないかなって僕は思います。アナルハメ太郎さん、かのニュートン氏が重力という概念を発見するきっかけは本当にリンゴの落下なんだろうか。これには諸説あるが、私は豊満な父の揺れ説を推す。そうだね、感じます。マジロメンクイーンさん、今日は北斗初打ちで時とラオウを昇天させてきたよ。4000枚出て満足だ。時とラオウを昇天、妙だな。時が出てラオウ昇天か、多分な、おそらくな。4000枚出て満足だ。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、時と共にか、そうか、エピボか、なるほどな。プラネタリウムさん200になります。ありがとうございます。魂の探求持ち元さん、私と仕事どっちが大事なのって初めて言われたよ。マジロなりの最適解を教えてくれ。これね、ちゃんと話し合うべきですね。それって積み重なったやっぱものが溜まって、多分彼女とか嫁が多分言う言葉なんですよ。最初は多分言わないんです、おそらく。そういうのなので、きっとそれってもうコップがもう溢れてる状態なので、最適解はあなたも大事だし仕事も大事なことあるじゃないですか。どっちがってもうそもそも比べるものでもないし、だってね、仕事をおろそかにして彼女を大事にして、もしそれでお給料とかももらえなくて失業とかしちゃったりとかしたらおかしいし、やっぱりこう仕事ありきで一緒にこういられる部分っていうのもきっとあると思うんで、しっかりはこうね向き合い方をお話しできるといいんじゃないかなって思います。タッカーエフィニーさん、今日も配信ありがとう。この前夢で布団ちゃんに追いかけられて捕まった後に、このまま起きなければいいと言われて馬乗りで殴られる夢見て、クソかかった。布団ちゃんの今までで一番怖かった夢ってありますよね。その時一瞬ってか、かなり俺のこと嫌いになっただろう、それ。俺はピッコロに武空術でずっと追いかけられる夢だな。それがなんか忘れらんないです。28ぐらいの時に見た夢です。何も見てないのにドラゴンボールをずっとピッコロにゴワッゴワッつって追いかける夢ですね。もやしパパさん、お目みてえなバカワケがいてくれて幸せだよ。俺は体には気をつけて配信しとけや。わざと死ぬのも面白いぞと。リーダーたけしさん、そろそろ新しいギター欲しくないですか。エレキとか買いません。いや、まあ俺はアコギでいいっすね。あざす。みそじにみそじにさん、お前敵ハンターハンターベストバウトは何ですか。僕はクラピカ&ウォーキです。いや、僕はヒソカ VS クロロルシルフです、ね。はい、シャープ P カツトナイさん、配信お疲れ様。この間店店外で遊んだコンカフェ嬢が布団ちゃんのガチ恋勢でびっくりしたよ。お前のお下がりになるからなるけど、よかったら遊んでみてね。ツイッターアカウントをメールで送りました。ありがとうございます。ありがとうございます。あざす。リンカイさん、800円返します。あざす。ミシシッピさん、マニャンコ、ミョウちゃん先生は書く、語りきって漫画して知らない。ぜひ読んでみて、わかんないです。最近、墨濁りをまた、1巻から5巻まで、また見ましたね。そう。今、墨濁りが本当に早く見たいですね。キッドさん、マチャオ、いつも楽しみにしてます。今度はテラリアのカラミティモッドが、音だマスターしてるとこみたいです。待ってます。カラミティモッドはきっといずれやるでしょうね。うん、あざす。ミミさん、今ユニクロでリュウがメインの T シャツが販売されてるんですが、リュウ使いの布団ちゃんもいかがですか。あのね、これね、さっき言った鳥羽にもらったんですよ。今日。そう。布団ちゃん、これ見ていい？見やっつって。鳥羽がこうやって今日来てたんですよ。ダチョウ分の時に。で、鳥羽が、あ、そうだ！もしよかったら布団ちゃんもこれ着てみやっつって。あ、もうよかったらそれやるわっつって。鳥羽のあの感じ、おお、もうよかった、これやるわっつって。昇竜拳の書いたワッペンくれたわ。鳥羽っつって。本当は、俺に買っ、あれだろ？俺にくれるために買ってきてくれたんだろ？鳥羽っつって。バカなこと言うな。やるわっつって。優しいんだよ。キックさん、前に行きたい都道府県で仙台あげてくれたらと。仙台に来たら撮影できないと思うけど、働いてるコンカフェ来てくれたら嬉しいな。お、マジっすか？ちょっとなんとか撮影できないですかね？ちょっと。無理っすかね？いや、配信できたらちょっと嬉しいっす。コンカフェできないとこ多すぎて、同じやす。京介はぶどう好きさん、布団ちゃん今日二十歳になって祝ってくれ。おすすめのお酒も教えてくれ。あー、まあ結構それ、よくエールでおっしゃる方がいるんですが、まあ、
僕はねおすすめはあのお酒ビールとか茶割りがまずいってもし思うなら、お酒って最初何のために飲むかってさ、俺美味しくて飲んでなかったので、酔っ払いたくて飲んでた。やっぱりねジントニとかカシオレとか、まあほろ酔いとかその辺最初行って徐々にね酒に慣れていくと、ビールの、あの苦味が甘めに変わっていくあの瞬間感じると思います。ピアさん、どんちゃん、人生の国試クソ難しくてやばかった、受かっても働きたくないじゃあなんで受けたんだよ。じゃあ独立してください。パルコ01さん、 VR 基地外のパルコだ、父親が先日行っちまった、トンちゃんは早く親父に子供を見せて親孝行したってくれや。なんか感じるものがあったんだな。でもそう思ってありがとう、そう思って俺に報告してくれてありがとう、見上げる感じます。水さん、テラリアから見始めました、最近は逆サイのアーカイブ見てます、先日のツイート見てカラミティ導入ノートを書いたのでよかったら参考にしてください、ありがとうございます。なんかでもね、一応ノートはね僕もいただいたんですよね。何このツイッター、これめっちゃちっちゃいんだけど、これ今な何これすごい小さいねこれ、ありがとうございます、見させていただきます。イキさん、過ちをやむことはない、ただ認めて次の方にする、それが大人の特権だ、フルフロンタルの好きなセリフです。これはあれですかね、シャーですかね、きっと俺わかんないです、フルフロンタルちょっとわかんないですけども、ありがとうございます、感謝します。シャーみたいなやつですよね、まあということでねやっていきたいなと思うんですが、ん、あ、ここからスタートなんだ、あ、まあよかったね、簡単に帰ってこれて、よーし、まあということで、まあ今日はここまでにするか、とりあえずよかったな。でやっぱり最終目標は、そしたらばちょっと読めなかったエールをね、おさとさん、お疲れ布団ちゃん、100円返します、あざす。チンチラインさん、上京したいんですけど町田って住みやすいですか。あ、住みやすいっすよ、モディもあるし、ビクトリアもあるし、パルコもあるし、楽園もあるし、ピアもあるし、あの親父もあるし、ラーメン真空もあるし、あのラウンドワンもあるし、あの結構いいっすよ、あの小田急ロマンスカで新宿まで、あの32分で行けるし。小森さん、例の人の歌は自分もずっとやってなと思ってたから、布団ちゃんがはっきり言ってくれてすっきりした、みんな口に入れて正直わかると思ったから、これも素敵な街を出て、あの全然、あのすみません、僕冗談で言ってたんで、本当にすみません、申し訳ないです、あの僕は思ってないです、申し訳ないです、すみません、あのそういう風に言わないで、あのあげてください、はい。ということでね、寝ましょうか、うん、寝ましょう、おやすみなさい。さあ、僕は寝て、コバさんとちょっと昼一で飯食ってきます。